おっす、おら、ほぼ、新宿二丁目最強のバルク、ハグセブンです。今回は、絶対に食べてはいけないコンビニ食に関してお話ししていこうと思います。で皆さんは、コンビニって行きますか？週に3回以上行く人、6回以上行く人、はたまた10回以上行く人、様々だと思います。僕は、コンビニ店員は、第二の家族だと思っていて、コンビニの店員さんって、朝一番に会う人、たくさんいますよね。そして、夜一番最後に会う人、それが、まあ、コンビニの店員さんって人もたくさんいるのではないでしょうか。だから、特に日本では、まあ、コンビニエンスストアというのは、もうなくてはならない素晴らしい仕事だと思うんですよ。で出勤するために最初家出てからコンビニ寄るじゃないですか。でそうするとどうですか？コンビニの店員の方から今日もお疲れ様ですとか、退社してから息抜きのねコーヒーを買うとき、今日も一日お疲れ様でした、あれ今日顔色悪いですよ、大丈夫ですか、体調悪いんじゃないですかって声かけてくれますよね。で家族と同じレベルで僕のこと自分のことね心配してくれる、でまあ声もかけてくれる人って、そんな人もコンビニの店員さん以外に他にいますかね。でもそんな素晴らしいコンビニでも、体作りのためにはね、まあ心を鬼にして絶対買ってはいけない食品があるんですよ。今回はそのね紹介をしていこうと思います。じゃあよろしくお願いします。早速結論なんですけど、サラダチキンと梅おにぎりと蕎麦とツナ缶以外の全ての商品はあまりおすすめしないです。バルカップ期間だったら多少はいいのかなとは思うんですけど、減量中はねなるべく避けたいですね。そもそもコンビニ食で体作りに適してる商品なんてあるんでしょうか。減量に縛って話すんですけど、ローカーボダイエットするときに食べれる商品って、サラダチキンと中の具がクリーンなおにぎりと蕎麦とうどん、天かすは食べちゃいけないです。あと、まあ、ツナ缶以外に何かありますかね。多分ないですよね。ケトジェニックダイエットは僕したことないんですけど、まあ、ケトジェニックだったら多少食べれる商品が増えます。先ほど紹介した商品に加えて、チーズ、あとマヨネーズ、卵、サバ缶、脂質やタンパク質は含まれているけど炭水化物が全くない肉が食べられます。それ以外の膨大な数の商品はとてもじゃないですけど手に出せないですね。バルクアップの時も、まあ、コンビニで買うなら今紹介した商品が体作りに、まあ、適した商品と言えますので、それ以外はまあ体作りに、ね、適してない商品です。体重増えない人がカロリーを稼ぐために食べるんだったら全然ありだし、まあ、全部が害とは言えないんですけどね。減量初期になら食べてもいいかなっていう商品がいくつかあって、それが主に和菓子ですね。まんじゅう、大福、羊羹なんかです。僕も減量中に和菓子を食べてた時期はありましたけど、僕はね何年か前に和菓子を食べながらダイエットしてた時期があるんですけど、うまくね絞れてくれなくて、結局甘々の状態でステージに出てすごい恥ずかしい思いをねした経験があって、もう食べたくないんですよね。ダイエット中の和菓子って、まあ、美味しすぎるのでなかなかやめれないのと、減量の過程とか無視してずっと食べてたいので、もう和菓子をやめれずに他の炭水化物の量を調整してたら、言語化するのはちょっと難しいんですけど、飯がぐちゃぐちゃになっちゃって減量迷子になって、大会当日は減量前の方が絞れてたんじゃないのってね言われちゃったりしたんですけど、その経験がね今でもトラウマで、もう減量中に和菓子は食べたくないんですよね僕は。しかしね、僕はオンとオフの食事の切り替えのスイッチがすごいので問題ないんですけど、どうしても甘いものが食べたかったり、あともらい物がね多い人とか絶対いると思うんですよ。そんな時はどうするのかというと、和菓子なら大丈夫っていうね判断基準を持っておきましょう。先ほど散々ね言っておきながらどんでん返しなんですけど、僕は和菓子ね食べないようにしてるけど、皆さんは大丈夫です。和菓子は基本的にもち米から作られているので、お米をね食べてるのと同じです。それにあんこがくっついてるか、まあ、中に入っているかの違いで、あと砂糖とね塩と小豆の栄養素がプラスされます。まんじゅうにしろ団子にしろ羊羹にしろ脂質はほぼゼロです。トレーニングしてる人の間でも、普段からトレーニング前後に和菓子を食べてる人はよくいますよね。僕はボディビル始めた初期の頃、まあ、学生の頃なんですけど、トレーニング時間が長くなった時は、まあ、事前に大福買っといて、その大福を食べながらトレーニングしていました。でもちろんね減量末期だとか、あと減量が進むにつれて和菓子は食べれなくなってしまうんですけど、時期をね選べば和菓子なら食べても全然 OK です。皆さん安心してください。次はアルコールに関してです。まあ、コンビニに行けばストカンだったりビールだったりいろんなお酒置いてあるじゃないですか。それに関してお話しします。意外に思われるかもしれないんですけど、僕はお酒飲みます。意外じゃないですか。で朝までガブガブ飲んでたまに潰れます。減量中ね、まあ絞りが間に合わないっていう時期にも僕はガブガブ飲んじゃってて、まあ今まではまあ甘々でね、まあ、コンテスト出ていました。まあ僕はね悪い例なんですけど、減量中であっても絞りが大会までに間に合いそうであれば、大会1ヶ月前までなら質とかね、まあ量を考えれば全然飲んでしまって構わないです。お酒は水分なんで
で、飲みすぎると、まあ、下痢をね、引き起こしやすくなっちゃうんですけど、僕はね、未だかつてそんなことが起きたことはないです。皆さんは気をつけましょう。体作りのね、ことを考えたら、体がだるくなって、調子が悪くなるんで、まあ、飲まないに越したことはないんですけど、僕はね、人生を楽しみたいんですよ。ジム以外の人と関わる場所へ行って、いろんな人と交流して、お話しして、まあ、つながりを増やしたいんですよね。もちろんですけど、お酒を飲んで気持ちよくなりたいっていうのも、まあ、一番なんですけど、コンビニに置いてあるお酒で、まあ、選ぶとベストなものは、焼酎と、あとウイスキーですかね。蒸留酒です。コンビニに置いてある、まあ、缶のハイボールと、飲み屋のバーで出てくるハイボールは何か違いがあるのか、僕はちょっとわかんないんだけど、とにかく、蒸留酒と思われるお酒を買うのがベストです。僕がいつもね、バーで飲んでるお酒っていうのは、狂月、二丁目、基本的に狂月置いてあるんで、狂月のお茶割りが、まあ、テキーラサンライズ、あと、ハイボールですかね。減量してる今、まあ、自粛が明けて、二丁目とかに行けるようになった時は、蒸留酒をね、選択して、ベロベロになるまで飲みたいなって思っています。次に、某パーソナルジム監修の商品に関してお話ししていこうと思います。某パーソナルジムといえば、まあ、ユニークな CM で有名ですよね。はい。確かファミリーマートには、その品がたくさん並んでるはずなんですよ。で、ちょっと前までは自然とね、歩いてると目に入ってきたもんなんですけど、まあ、今はね、棚に並んでるかちょっとわかんないです。で、某パーソナルジムの食事法といえば、ローカーボダイエットらしいんですけど、炭水化物の摂取を控えて、タンパク質と脂質を増やすやり方ですね。まあ、間違ってたら本当にごめんなさいなんですけど、で、その監修されてる商品を見てみると、いろんな種類のものがあるんですけど、ラーメンだったり、スイーツだったりね、あとドリンクだったり、いろいろあります。でも、栄養成分表を見てみると、結構脂質だったり炭水化物入ってるんですよね。体作りのことを考えたら、炭水化物入れるんだったら、脂質は削らなきゃだし、脂質入れるんだったらまたね、その逆だし。なんかね、普通のお菓子、普通のラーメンなんですよね。ドリンクに関して言えば、タンパク質が入ってるんですけど、5g を 5000mg と表記して、なんかいかにもたくさんね、入ってるように見せてるというのも、ちょっと前に話題になりましたね。5000mg って、卵1個よりもタンパク質少ないですからね。バルクアップ期間に食べるのもなんかためらう感じなんですけど、まあ僕の意見では、オフ期間でしたら、まあたまになら食べてもいいかなって感じですね。減量中は、まあどんな食事したとしても、食べるのはあんまおすすめしないです。あと、ゼリー飲料で、まあタンパク質やビタミンが取れるっていうことを歌ってる商品が、ありますよね。あの類の商品も、まあ、パッケージに騙されないでほしいなと思います。タンパク質やビタミン摂取を目的としての、まあ、購入はおすすめしないです。栄養価があまりにも低いっていうか少なくて、いらない栄養素までたっぷり取れてしまいます。ザバスのね、プロテインドリンクは、まあ、僕は便利だなと思って結構買って飲んでました。これくらいのね、200円くらい、100いくらかな、20グラムか、15グラムか、はい、タンパク質取れるってやつなんですけど、価格も手頃で、まあ、栄養価も優秀だと思います。次に、ゼロカロリー商品に関してです。よくある、まあ、ゼロカロリー商品ならダイエット中でも食べていい大丈夫なんじゃないのってね思う方多いかもしれませんけど、ゼロカロリー商品は、まあ、魔のねスパイラルに陥る怖い商品だなと僕は思ってるんですよ。体内に入れてもカロリーが入ってこないって体的に言うとすごい変なことなんですよね。理論的には説明できないんですけど、ゼロカロリー飲料、つまりエナジードリンクだったり、あとダイエットコーラはむくむ感じはするんですけど、なんか食欲が増す感覚はないんですよね。でもゼロカロリーゼリーだったり、ゼロカロリー羊羹あるじゃないですか。そういうのを食べると余計に食欲が増して切れ食いにつながる可能性が非常に高いと思います。実際に僕も空腹感がひどかったんで食ってた時期あったんですよ。5年前ゼロカロリーの羊羹を減量中ね、全種類片っ端から買って食べたことがあるんですけど、一瞬ね腹は満たされるんですけど、もっと食べたくなっちゃって、結局ね家にあるものを全部食べ始めちゃった経験があるんですよね。この体感はね僕間違ってないと思うんですよ。皆さんもね、まあ、ゼロカロリー固形物には気をつけましょう。マジで。では最後に絶対に食べてはいけないコンビニ食のまとめをしたいと思います。長々とね話してしまったんで簡単にまとめていきます。まずサラダチキンと梅おにぎりとそばとツナ缶以外の商品はあまりおすすめしないです。バルクアップ期間だったら多少はいいのかなと思うんですけど、減量中はなるべく避けたいです。ケトジェニックダイエットねしてるのであれば、先ほど今ね、まあ、紹介した食品に加えて、あとチーズ、マヨネーズ、あと卵、ツナ缶、あと、まあ、脂質やタンパク質は含まれてるんだけど炭水化物が含まれていない肉が食べられます。まあ、それ以外の膨大な数の商品は体作りのことを最優先に考えたらとてもじゃないですけど手に出せません。オフ期間に食べるべきものを食べたら食べてもいいんじゃないって感じですね。アルコールに関しては、まあ、ウィスキーやハイボールなんかの蒸留酒がベストです。某パーソナルジム監修のスイーツだったりラーメン等の商品はダイエットにも筋肉をつけるにも個人的にはおすすめしない
ですね。買ったことも食べたこともないんですけど、ゼロカロリーゼリーだったりゼロカロリー羊羹っていうのは食欲をね、まあ余計に増やしちゃうのと、あとダイエット中はね、まあ、コンディションが崩れる、むくむっていうのがあるので注意が必要です。そういった感じですね。ちょっとでもいいなと思ったら高評価ボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。あとコメントも残してね、帰っていってください。じゃあ今日はこれで、バイバイ。